古長善寺高生町は、かつて、山梨県中駒郡に存在した町である。平成の大合併以前の山梨県における町の中で、白根町、串形町、敷島町、上野原町、白州町、川口湖町とともに数少なく、町と読む自治体であった。平安時代後期には、甲斐、源氏の一族が、甲府盆地の各地へおし各地勢力を及ぼすが、 高生町域から増ス補町一帯に及ぶ大井層にも、海源寺同僚、武田氏の一族が到着し、大石を称した。町域には、弥生時代から中世にかけての遺跡が多く分布し、田島には、弥生時代から古墳時代、平安時代の遺跡である、油田遺跡が所在し、高原には、弥生時代中期の集落遺跡である高河原の遺跡が、所在している。大志には、 弥生時代、鎌倉時代の集落遺跡である大使、東丹保遺跡が所在し、宮沢には鎌倉時代の集落遺跡である、宮沢中村遺跡が所在している。弥生時代では高河原の遺跡から、弥生中期の水田跡、集落跡が検出されており、油田遺跡から出土した弥生中期の土器からは、稲の圧根が検出されている。さらに、 油田遺跡や大志東丹保遺跡からは、弥生中期の司会の死死、種ザネ類が出土しており、これらのことから当地では稲作を行いつつ、狩猟や喧嘩の採集を兼ねた、制御展開が行われていたと考えられている。大志東丹保遺跡からは、鎌倉期の生活や信仰を伺える膨大な木製品も出土しており、宮沢中村遺跡からは、水害から集落を防備する。 護岸施設と考えられている区位列やアジロが出土した。また、大使東丹ホ遺跡からは多数の馬牛が出土しており、馬は水田から飼料が出土したことから農耕馬として用いられていたと考えられている。大使東丹ホ遺跡の牛馬比は馬主体であり、中世には甲斐、源氏の一族の進出に伴い馬が好まれたとも考えられている。戦国時代には、 大石が西五里の有力国衆として守護武田氏に対抗した。大石信たち、新行期には河内地方の国衆、穴山市と共に、駿河守護、今川市に帰属して武田氏に対抗した。町域には鮎沢の古長禅寺など、大石に関わる史跡が分布している。信たちは国内統一を目指す武田信虎と抗争するが、永昇14年に和睦して、娘を、 信虎とら性質として隕石関係を結ぶ。大石の敵対は、駿河今川市の進行を招き、大英元年には、今川法の武将、福島正重が、河内郎海へ進行する福島乱入事件が発生し、戸田に所在した富田城を占拠し、府中へ迫った。近世には、諸沢塾が甲府と駿河を結ぶ寸州王冠の、梶じ沢塾と、 甲府から信濃へ向かう甲州道中の韮崎塾を結ぶ春新王館の宿場として栄え、京沢や越城上村においては市が経った。近代には稲作の他野菜、果樹栽培などが行われている。甲府盆地西部の他地域と同様に、釜梨川やその支流による水害の常習地で近代にも治水は遅れた。宮沢集落では明治期に集落ごとの移転も行われている。 戦後には、厚生工業団地が造成され、企業の誘致が行われる。1955年の滝戸川改修工事により、水害の被害も解消される。ありがとうございます。